おはようございます。もしもです。いや、来ましたね。呪術廻戦コラボ。いや、今日めちゃくちゃ楽しみにしてたんですよね。いや、五条先生の性能も発表されるということで、まあ、実際に見ていこうかなと思います。うわ、やべ、緊張するな。はい、まずは公式放送では発表されてない新キャラクターからご紹介。お、東京校の学長来ましたね。学長、星6キャラなんだね。覚醒がスキブ2に指2つ、十字覚醒2つ、木のコンボ強化。普通。普通だな。スキル、8ターンで2ターンの間操作時間と貴族性の攻撃力2倍。まあ、これは結構強いんじゃないですかね。8ターンにしてはまあ悪くないスキルだと思います。で、まあ、リーダースキルは 2.5 倍かな。まあ、軽減がない、よくあるやつですね。学長は意外だったな。なるほどね。面白いな。お、ナナミン来た、ナナミン。いやー、これナナミンね、俺待ちわびてたんだよね。ナナミン強化が3つと。いや、スキブもね、ちゃんと4つあって、回復 L 字もあってね、優秀ですね。スキル7ターンでドロップのロック状態を解除し、光を7個、回復を3個生成。1ターンの間、光属性の攻撃力3倍。これ変身キャラじゃないにしては結構強いですね。やっぱ、ちゃんと7、3術師だから、7と3で原作再現もされてますね。いや、いいね。で、リーダースキル、光を7個以上繋げて消すと攻撃力20倍。固定7ダメージ。固定7ダメージ。なかなか面白いね。ってことは次は3コンボ加算かな。回復ドロップを消すとダメージを 60% 軽減、3コンボ加算。すごい、7と3に寄せてくるね。まあいいと思いますね、原作再現で。ってことは超覚醒で3色以上攻撃強化かな。そしたらちょうどね、777。あ、でもそうか、これ7373だから7コンボ強化3つ。すげえな、だとしたら。なるほどね、面白いな。で、続いてこれが究極進化後、 L 字2つに3色以上強化が3つありますね。なるほど。で、スキル3ターンで1ターンの間光属性の攻撃力 2.5 倍、お邪魔ドロップが少し落ちやすくなる。お邪魔ドロップを光に変化。なるほど、自分で降らせて自分で変換するんだね。なんか新しくて面白いな。なんかループとかしたらね、面白そうですね。で、リーダースキル、光属性の HP と回復力 1.5 倍、 80% 以下で攻撃力24倍、7コンボ以上でダメージ半減、固定300万ダメージ。まあ 1.5 半減なんで、まあ全然強いですね。攻撃倍率も高いしね。いや、いいな、ななみ。なかなか原作再現がされてて面白かったですね。あれ、五条先生は来た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 。めちゃくちゃかっこいい。やば。原作再現を目指したスキル内容も楽しみすぎる。で、スキルドロップのロック状態を解除、 3×3 の正方形に非ドロップを1つ生成。6ターン早くない？6ターン早いよね。いや、いいな、進化前。やっぱ星8なんだね。よかった、交換できて。で、覚醒暗闇耐性プラス 7C2 つ、無効感2つか。なんか超覚醒で無効感か 7C つきそうですね。まあ、火力はかなり高そう。なるほど、副属性火のみか。まあ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 。で、リーダースキル、火を6個以上つなげて消すと攻撃力16倍、3コンボ加算、9コンボ以上でダメージを 60% 軽減、攻撃力が 1.5 倍。まあ、攻撃倍率はめちゃくちゃ高いですね。で、しかもコンボ加算もあるし、耐久が若干怪しいか。まあでも悪くない性能だと思いますね。まあ、スキルターンも早いしね。さあ、来ました。お、枝豆がついてるぞ。で、スキル6ターンで、ドロップのロックを解除し、左縦3列を火ドロップに、右縦3列を水ドロップに、ああ、なるほど、あれか。なんちゃらかんちゃら、レッド、なんちゃらかんちゃら、ブルーみたいな。ありましたよね。なんか弾をこう一つに合体させて、うわ、もうこれ感動しちゃうわ。盤面地を闇ドロップ。あれ超かっこよかったからね、アニメで。術式、なんちゃら、レッド。術式、なんちゃら、ブルー。パーポーン。いや、いいな、これ6ターン。で、リーダースキル、火、水、闇の同時攻撃でダメージを軽減、攻撃力が5倍、固定1000万ダメージ、闇属性の HP が 2.5 倍、攻撃力5倍、2.5 倍軽減きたー。しかも固定ダメージ持ち、攻撃力も25倍。まあ、火、水、闇の同時攻撃っていうのがね、まあ、若干あれですけど、まあでもね、それを加味しても 2.5 倍軽減は強いですね。いや、すげえ、もうスキル感動しちゃうな、これ。うわー、いいな、やっぱすごい、さすが原作再現ってそういうことなんだね。なんかまたアニメが見たくなりましたね。あ、以上、うわー、マジか。明日は呪術師たちと戦うあの呪霊たちもご紹介しますのでお楽しみに。マヒトくん来ちゃうんじゃない？これマヒトくんガチャゲンでしょ。あと、ジョーゴに花見、盛り上がってきましたね。うわ、楽しみだなって楽しみにしておきながら、なんと明日朝8時から夜のね、8時までメンテナンスと。まあ、全然いいですよ。うわ、五条悟のこのスキルやべえな。イラストも超かっこいい。やばい。いや、ナナミンもね、良かったですよね。七三術師。おお、かっこいいね、イラスト。やっぱパズドラね、イラストがね、すごく強いですよね。いやー、よかった、満足ですね。いやー、常時ね、興奮気味だったんですけど、なかなかね、コラボが楽しみになってきましたね。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録をしてってください。バイチャッアディオス。パーポー。